拝啓私立恵比寿中学様、いかがお過ごしでしょうか。私は元気です。あれからお変わりありませんか。なんてちょっとふざけてみました。変わるよね。そりゃ変わるよ。変わんない方がおかしいよ。私だって一ヶ月前どころか一昨日言ったことと逆のこと言ったりするもん。でも変わらないこともいっぱいある。特にみんなはやっぱり変わらないことの方が多いと思うな。まあよくわかんないことをちょっとダラダラ喋らせてよ。いいじゃんか。ここで私から皆さんにお伝えしなきゃいけないことがあります。はい、私宮崎玲奈は12月26日のライブを最後に恵比寿を転校することになりました。メンバー、そしてスタッフさん、ファンの皆さんのことは大好きなんですが、将来のことを考えて学業を専念することに、それで芸能界も辞めることに決めました。あと3回のライブになっていますが、全力で頑張りますのでよろしくお願いします。
のベッドが空いてます、うん、2人で喋ってました、うん、じゃあそろそろ寝ようかなって、うん、ここのベッド寝ていいって言ったじゃん、うん、2人がいいよって言ったから、うん、このベッド寝て1時間後ぐらい多分あやがこっち行ったよね、うん、えこっち行ったの、そうだけど私はこっちでも寝てるわけよ、え曲取ったの、そうだから君は覚えたの、あ分かった、あれだよ、あのきつくてきつくて嫌になっちゃったんだよ、まあ、だからこっち来たんだよ、だ私はマジックかと思ったよ、手地あーやあとあと見せるね、うん、マジック、まあ、マジック今日見せてくれるって言ってたじゃん、でも動画をね持ってるわけなんでしょ、忘れたの、マジシャンとしては失格です、うん、はいでもあれなんだよね、手地あーや3人のことは本当にびっくりした、誰もがびっくりしたし、でもどこかで気持ちの整理ってそんなに簡単につかないよね、もうダメなんじゃないかって思ったり、だから新しい2人の新入生は最初はとてもとても不安だっただろうね、受け入れた6人だってきっと同じように不安だったはずだよね、難しいと思うけど、はい、気軽に回ってくれ、はい、あ、私教育部の違うもん、違うもん、ちょっと年齢がちょっとお姉さんなのでなんかそこについていけるかなんかですけど、でも仲良くなりたいね、ね、出す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 、わかる、言葉が変になっちゃった、あれかったんですかね。
会で買ったんですか。今日もそういう風に。最後に変な動きがあったじゃないですか。わかりました。彼女と彼女で、まあ、今後、君たちは、別れて、3B の方に、行く子もいれば、4階の方でモデルとか女優とかを直接目指す人もいるんですけども、今回ちょっとみんなには今日の今日まで言えなかったんですけど、私立恵比寿中学にこの2人が入ることになりました。で、一応、まあ、レコード会社との関係とかもあるんで、実際には去年、去年の11月ぐらいには、みんなとかオーディション、あと、なんていうかな、今のホタルイカの子とか、新しいオーディションで見た子とかを、まあ、全員チェックして。この辺がエビチューっぽいっていう話をして、藤井校長と、じゃあここにしましょうということで、この2人は、決めさせてもらいました。本当だったらもっと早く、その時点で言いたかったんだけども、まあ、レコード会社とか、ちょっと各所の関係があって、どっかで漏れちゃうとシャレにならないっていう、状況があるので、この子たちにも、今日まで、申し訳ないんだけど、このライブが終わるところまでは、ちょっと言わないでくださいということにしてありました。で、このことを知っている社員の中でも、社員もほとんど知らないんです。なぜならば、漏れたくないから、今日まで。で今日の、帰りに、号外みたいなものが出ます。で、一応今日、ここまでちょっとみんなに言えなかったんで、伝えておこうと思いました。ここで。で、みんなは、アイドルの方を目指すみんなは、来年、また、俺の藤井の2015があるんで、そこに向けて今度は 3B ジュニアっていう今までの今の 3B ジュニアと違う、今の 3B ジュニアは、女優になりたい子もモデルになりたい子も、全部総称して 3B ジュニアですよね。じゃなくて今度は純然たるアイドルグループを目指す 3B ジュニアとグループになるの、の一つのなんていうのかな、集合体になるので、その中から、来年の、まあ、俺の藤井2015をに向けてまたグループ作りをしていくと思うんですよ。そこに向けて頑張っていってほしいんです。大丈夫ですか。はい、はい、じゃあ一言ずつ言いましょうか。今まで出させて失礼しました。君はすいませんじゃないけどね。大人の事情で言えなかった。なんだろう、これからも仲良くしてください。閉まらない。どっちっていう報告でした。以上、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。あ、すっきりした。とうとう言える時来たよ。どうしたの。もうそろそろ、でも、あの髪が、あの髪が、髪が、めっちゃ髪が、言えないなしみたいな。まあよ、まあ、藤井たちが、まあ、まあ、みんな仲良くな、これからもな。大丈夫だよね。みんなそれぞれみんな分かってっちゃうのはあるからさ、それでもさ、今後みんなとね、
仲良くやる。だから芝居の方やりたい人もいればさ、アイドルやりたいっていう子もいるしさ、まあいろいろ今回に関してはもうみんなちょっといろいろあるからさ、それぞれの、まあ、プロフェッショナルになっていこうっていう話だからさ、うん、それぞれの目標に向かって皆さんも頑張っていってくださいね、はい、よろしくお願いします、はい、ありがとうございます。スノーボードできる？スノーボードはできないです。スキーやったことある？やります。スキーはサーブ。スキーできる？サーブできます。できます。サーブです。俺ね、今オリンピック見ててね、十数年ぶりにスノーボードブームが再燃しててね。え、スノーボードってこけると痛いじゃないですか。痛い痛い。スキーもこけると痛いけど、何でもこけると痛い。スキーだろうかスノーボードだろうかこけると痛いね。いや、俺は怖くて乗れない。え、いやでも慣れだよ、慣れだよ、何事も慣れだよ。はい、何事も慣れだよ。挑戦したいです。エビ中慣れた？慣れました。慣れた。じゃあどんどんあの先輩とコミュニケーション取ってってね。はい、うん、スタッフにも慣れてる。はい。俺に慣れた？慣れました、多分。絶対慣れてるでしょ。あ、でもリコちゃんよりは慣れてると思う。慣れが遅いんです。慣れが遅いの？慣れが遅い。じゃあ、次の次週のプロデュースはどなたの方にしたいですか？誰だろうな、考え中だけど、だってもう近いよ。近い、めっちゃ近いよ。そういう時はもっと近づけた方がいい、逆に。顔に当てるぐらいまで。じゃあ、ほっぺたとかに当て、ほっぺたとかにグッて当てて、それで近いよって言わせるぐらい。あ、じゃあ、そうそうそう。もっともっとグッて、もっとグッてやって、近いよ。そう、そういうことだから。なるほど。あの、もっと遠慮なくガン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 やった方がいい。はい。次ね、次誰にしようかな。近いよ。そう、あの、2回、3回やるとね、あの、3回ぐらいだとみんな笑うから。うん、ね、次誰にしようかな。これは私がかけるエンジンタイムになります。
伸ばして進んでいくので、みんな今日も笑っていきましょう。はい。はい。やばい。みんな声出さなきゃ。声出すよ。みーや。エビチュー。リコ。目が小さく見える。うん。小さく見える。でしょ？見えない。今ね、この距離でちょっとね、メッセージを本当にしてるの。ダメだよ。男の子は見ちゃいけません。いただきません。ねえ。見ちゃいけません。ダメですよ。乾杯だ。じゃあ、乾杯してよ。誰か。いいよ。誰？じゃあ、そのとこやってくれて。さすが。だからここでもカメラ持ってる。さすが安本。どんなこと？どんなこと？変なこと言わない。明日飲めましょう。明日の一投も。そうだよ。精一杯飲めましょう。それじゃあ、立って立って。立って立って。お手を挙げることいらないから。いらない、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 いらない。やんな、やんな。いらない、いらない。お手を挙げることいらないから。明日も頑張り。まあまあまあ。待つのは乾杯。ちゃんと乾杯できてないから。あのさ、そうやってさ、ひどい人にさ、ひどが滑ってみたいなさ。待つのは頑張り。待つの、待つの、待つの。なんかもっとさ、ほらさ、気の利いた言葉が出るでしょ。今これさ、なっちゃって。はい、どうだったの？野菜を食べたい。あー、ウーロン茶美味しいです。あー、ウーロン茶美味しい。これ食べよう。あいちゃん、やっと食べていいよ。ね、食べよう。ゆずおいしい。ゆずっていいよね。うん。ストローで飲んでるの。おいしいよね。うん、おいしい。食べよう。食べよう、食べよう。いいよ、これ食べよう。でもさ、ちょっと飲んで。すぐ飲んじゃうの。アボカド。アボカド。アボカドか。めっちゃサラダ美味しい。みんな食べよう。本気も一緒ね。そんなに怖いね。無視してるよ。こっちのいいよ。でかいよ。でかいダメな。どうよ。見たもん。おー、やばい。それだけうまい。それではいただきたいと思います。せーの、実食。うまい。うまい。うまい。どう、アベグラ。乾燥されてる。乾燥してた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 。
No, no, no. お菓子がないと人参を生でウサギみたいに食べてたのだから人参はなんか私的には何蒸すっていうか調理してあるものより生の方があの思い出深いという人参の思い出話です。以上オレンジでした。
よいしょ。という間に8人のエビ中になった。この2人すごいね。ほんとすごいよ。じゃあ2人の時間は邪魔しちゃう。会いたくない、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 フェリーだ、フェリーだ、フェリーだ、ここって愛媛ですよね。愛知がカンガルーの形してるんですけど、あの上から見た形、あの愛知が、愛知県がカンガルーで、愛知と愛媛で似てるんですよ。まったく待つのは困ったもんだ。待つのは吉本彩香にデレデレなんですよ。ベタベタなんですって。本当に終わったあんだ。待って、これさ、私の口言ってるよね。うん、言ってるわよ。あやちゃん嘘が下手くそ。いつもあやちゃんからくっついてくるんですよ。あやちゃんからくっついてきてね、なんか髪の毛触って鼻の下にこうやってやったりするんだよ。人の髪の毛をこうやって鼻の下に挟むんだよ。もうやりなっちゃう。これ使えないから言えないな。いや、すごいから待つな。うん、あやちゃんもやばいよ。チューしてくるし、そんなことしたことない。鼻の下にこうやってやるんで、どうも、それはもうやめたよ。どうも、ね、どうも、もうやってないよ、ね、どうも、うるさいよ。待つの、待つのはうんざりですよね。待つのは吉本にデレデレです。いや、あやちゃんが私にデレデレなんだよ。今下がってる、触っても下がってる。でもまた落ち着いてきちゃったよね。そう、夜になったら上がるから怖い。Yeah!
ました、私。見てた？それだけ。ありがとうございました。よかった。はあ、よかった。本当よかった、死ななくて。寝てた。カホリコとかさ、本当に初めてのツアーだったわけじゃん。すごい体力的にもさ、大変だったよね、やっぱり。でもさっきね、カホね、袖でね、すごいなんかニコニコして話してたよね。あのツアーの話、どうだったみたいな話。覚えてる？思い出して。なんて言ってた？あのね、もっと辛いかと思ってたって言ってた、さっき。あ、思い出したよ。思ったより楽しい。あのツアー、あの入りってなって、ツアーがあるからって言われて、ツアー大丈夫かなと思ったんで、そう、ただ終えることができたから、まあまあ、やっぱり彩香ちゃんがあの教育係ってね、まとめてくれたし、みんながもう面倒見てくれた。いや、嬉しいね。リコちゃんは、ちょっと私の教育係がどうだった？それ違うの？自分のこと知らないよ。あやちゃん、ちょっと褒めてもらいたいらしいの。リコちゃんに、なんか褒めて。あ、分かった。いい、ごめんね。困ってるじゃん。ごめんね。なんでもいいよ、本当に。いつもレッスンで、来てくれて、いつもありがとう。ありがとう。逃げちゃダメでしょ。恥ずかしいな。安本照れちゃうからね。照れちゃうよ。照れ元だ。照れ元。照れ元。名前変える？照れ元彩香に。照れ元彩香に変える？なんか私的にはひなたがすごい大人になったなって感じがして。確かにね。すごいカホリコにダンスを教えたりとかするときとか、なんか元気づけるときとか、すごい今まで見たことないような大人っぷりだった気がするんだよ。本当。なんか本番前にすごい緊張してたら、ひなたちゃんってずっとギュッてしてくれてたんで、そう、すごい自分も緊張してたからずっとギュッとしてた。お姉ちゃんになったね。なったよ。なったね。ちょっとなったもんね。ちょっとなったね。じゃあちょっと前最年長から、なんかこの子のここがなんか変わったなとか。あ、聞きたい。そう、ある？最年長。なんかこういう時だけ最年長使われるんだよね、いつもね。でもね、あ、でも、ま、言われたから返すわけではないんだけど、本当にあやちゃんは成長したなって思うね。おぉ。なんかね、いや、あのね、すごいこういう話しちゃうと私もすっごい真面目になっちゃうから、あんまりこういう雰囲気作りたくないんだけど、でも、なんかほら、カホリコはね、もちろん慣れてきて、だん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 自分を前に出せるようになったじゃん。で、それで、あの、あやちゃんも前に出せるようになったし、その、今まで一歩引いてたけど、こうちゃんとさ、同じラインに立ってくれるようになったじゃん。私はいいよじゃなくて、ちゃんと出てくれるようになったじゃん。で、ひなたはさ、その、もともとしっかりしてたけど、より周りが見れるようになったし、りなは、その、今日とかさ、ソロ大変だったけど、その、本番前いつも緊張して泣いちゃうけど、今日泣かなかったんですよ。だからすごい強くなったなって思ったし、あの、アイアイは、なんか、いつも以上に、その、いいところね、すごく私好きなの、フリーダムになったっていうか、よりね、その、なんだろう、あの、エビ中の、なんか、
私もともとアイアイが一番表現力高いなと思って尊敬してるんだけど、もっとその表現力がついたっていうか、いやかっこいいなって思う時が多くなって、でミレイちゃんはね、もうね、もう頼ってるすごい、なんだろう、お姉さんになった、まあ、もしかしたら前もいるかお姉さんかなって思うし、本当ね、今日多分誰よりも泣きそうだったっていうか、結構泣いてたの私だったの、実は。おっ、幸せの張り紙の時にさ、真山とペアの時にさ、真山がうるうるしてるのって、もうなんかね、すっごいもうなんか、なんか、わかる、幸せすぎて涙が出てくるっていうか、なんかね、ね、なんかもう本当に素敵なことだね。相方うるうるした、今日すごい、なんかすごい、だから一緒にね、そういう意味で私が弱くなった代わりにみんながどんどん強くなっていってるから、いやいやいや、次はファミリーまでに私も鍛え直さなきゃなって、強くなったから涙が出たんで、おー、さすがお姉さん、あ、いそうね、みんなちょっとずつね、強くなれたかな、なれたかな、なれたかな、慣れてるといいね、いいね、そうですね、そうだね、もっと良くしていかなきゃいけないからね、エビチューはこの先もまだまだ、そうだね、ごめんね、なんか反省会みたいになっちゃったね、すごい良かったよ、まだまだすごい真面目な話しちゃった、ごめんなさい、でもみんな成長できたってことだよ ね、そうですね、でも本当にいつも支えてくださっている皆さんのおかげです、ありがとうございます、ありがとうございます、夏までにはパフォーマンスももっともっと上げて、エビチューおーすごいっていう風に思われるように頑張っていきたいと思います、よろしくお願いします、よろしくお願いします、あ、じゃあ、ちょっと、順で言っちゃうのもあれなんだけど、安本さん、あ、あ、いいよ、オッケーオッケー、やろうやろう、三三七拍手、あ、違うよ、安本さんと初めでしょ、三三七拍手できたの、あ、そう、間違え、じゃあ、安本さん初め、じゃあ、テレモトさんお願いします、テレモトさん、テレモトいきます、では、皆さん、お手を拝借、いいよー、こら、わお、でへー、今ちょっとおかしくなってね、なんかおめでとうって言っちゃったんだよね、うん、おめでたい気持ちになっちゃったのね、あやかに向かってってこと、みんな、何、自分に向かって、全体的に、え、あやちゃんにおめでとうって言っちゃったよ、あやちゃんおめでとう、ありがとう、テレモトおめでとうこれでしまったかな、うまい、あ、これがエビチューらしさじゃないかな、そうですね、ね、それでは、ミレイちゃん、はい、いつものあれを、締めを言っちゃって、はい、ということで、これでツアーは最後となるんですけど、じゃあ今日は皆さんも一緒にちゃんと言ってください、それでは今日はこの辺で、皆さんごきげんよう、待ってて。
あれから1年があっという間に過ぎてって、8人になってから2回目のツアー、今のエビ中が当たり前になって、でも当たり前なんてどこにもないことにみんな気づいてるけど誰も口にしない。やっぱり変わりたくないから、変わらずこのまま永遠に続けばいいのにって。全力で頑張ります。おはようございます。はい、朝のチャイムが鳴りました。私たち私立恵比寿中学です。リハーサルよろしくお願いします。はい、では、ツアー初日、仙台、本日一日よろしくお願いします。お願いします。よっしゃ、頑張ろう。ここはどこ？忘れてた。ここはどこ？仙台。いいや。エビ中。曲。ファイト。エビ中。ファイト。よし、じゃあ明日頑張りましょう。さあ、明日頑張りましょう。
どうなんか序盤から結構しんどかった、ね、暑くて、のぼせたって感じ、はにゃしね、喋るとしんどいな、フラッとした今、立ち上がる、いや立ち上がるとフラッとするから、もし復帰するにしても2曲前とかにはもう立って準備して急には入れないから、はい、それができるんだったら戻った方がいいけど、はい、それができなかったら戻んないで休んだ方がいい、はいはい、戻ったってことは、次は戻ってこれないから、はい、みんな大丈夫だと思ってきちゃうから、はい、まだ時間あるから、はい、まるっと3、5曲あるからさ、はい、5曲どころじゃねえか、町田まで、はい、まだまだ感動的になっちゃうね、ちょっとねこういうのちょっとね、ちょっと涙、お涙になっちゃうね、ちょっとねあ、よかって言われたよ、そう安本って言われた、安本、あやかって言われたよ、行かなきゃ8人でエビ中だから、そのライブ中例えば私が欠けたとしても8人としてやってくれたらなって私は思うし、私もそうでありたいなって思ってる。今いいこと言ったんじゃない？そしたらさっきはねえ、そっか、お世話になってた、お世話になった。
な。ためにも我慢してラーメン食べさせちゃった。どう、おいしい。食べさせちゃったじゃない、初回放。私たちね、ライトが行こうって言ったの。私はラーメンの方がいいの。すごい引っ張ったね。すごかったよね。ちびき闇だったから。すごかったよ。カホが、アイカが言う。せーもあった、せーもあった。ずっとバーって引っ張ったから、ひなたちゃんとリホをボワーって。カホの動きが泣きながら、せーもあった。アイカが、はい、一緒にラーメン行こうって言ってんのに一人で買うずっとこんなすごいすごいファミリー見てたらどうしてんだよ。本当ね、本当泣き始めちゃった。でもラーメン美味しかったでしょ。美味しかった。チーズ餃子食べたでしょ。え、何それ。チーズ餃子ラーメン超美味しそう。超美味しかった。いいなぁ。チーズ餃子時間出してで、ウーロン茶も飲んだ。そう、ウーロン茶も飲んだ。持ってんじゃん。持ったけど、持ってるけど。あれ可愛かったもんね。飲んだ。うん、美味しそう。ほんと美味しい。泣いたら怒るよ。ちょっとさ、だって申し訳ないじゃん。だってなんか何で申し訳ないっていうの。え、何、どこが申し訳ないの。また暴れるかも。どこが申し訳ないの。何が申し訳ないの。だってもう終わったことなのにさ、しかも美味しかったのにさ、言ってるもそんなぐちぐち言わないの。ぐちぐち言わない。ね、私たちが悪いみたいになっちゃうから。いや、悪くない。何が申し訳ないの。そう、大泣きして。真面目な話を。はい。これさ、結構さ、多分みんなも思ったら、まあ、みんな聞いてほしいんだけどさ、なかなかこれって難しい問題なんだけど、別に泣いてもいいんだけどさ、はい、みんなはこれが食べたい、で私はそれが苦手、でもそういう時どうすればいいかなって俺ずっと考えてて、どうすればいいんだろう。でもそれって多分さ、俺が関与して決められることでもないなって思ってて、多分みんなも考えた方がいいかもしれないって思って、でもお金渡してみんなバラバラに行動しようねってわけにはいかないじゃん。でしょ。回せない回せない。カホの食べ、じゃあさっきのさ、ケースでさ、あ、じゃあ例えばさ、カホだけがさ苦手なものがあってさ、みんなあの時どういう風にすればよかったのかって、俺ずっとなんか一人で学級委員会みたいなのやってたんだけど、かわいい。どうすれば、どうすれば一番良かったんだろうっていう。要するに別に誰も悪くないんだよ、この話って。誰も悪くない。でも私は苦手だけど、みんなはそれが食べたいけど、でもさ、なかなか難しい問題なの。多分でもこれって多分似たような話が今後も出てくるかもしれないんだよ。これは多分北海道じゃなくてもね。で、その都度やっぱ私がやっぱ食べれないからみんなに悪いなって思ってたら、それはやっぱね、カホの精神衛生上俺は良くないなって思うんです。だから別に嫌いな子供があることは別に何の問題でもないし、そこにあのなんか自分になんかちょっとこう嫌だなって思わなくていいと思うんです。だからみんなは好きなもん食えばいいよ。だから私も好きなもん食うよってスタンスに行った方がね、多分楽だと思うんだ。多分それででもちょっとみんなと行動がじゃあ別になっちゃうかもしれないけど、でもそれでも食べられないものは食べられないから、だったらじゃあ私、じゃあスタッフさんとチャチャチャって食べて、またみんなとお土産買うで合流するねとか、多分そういうやり方がいいんじゃないかなってなんとなく俺は思ったんですね。なんか無理して付き合う必要もないし、みんなが過去に合わせる必要もないと思ってるから、まあちょっとね、いろいろ思うところあるかもしれないけど、そんなに気にする必要はないよって。今日たまたま過去だっただけで、もしかしたら今日はミレがすごい顔されてる、食べれない日だったかもしれないじゃん。ミレちは新鮮なお魚しか食べれない。やめなやつ、チェーン店の会見としてはちょっと無理だ。やめなやつ。そうなったらじゃあラーメン行くに行くみたいになるかもしれない。過去一人でかっこよくラーメンすすってるもんね。そしたらメイキング一人占めだよ。まあ大体一番最初に俺が誘ったんだけど、俺は断らない。一番泣きたいのは俺だから。謝りすぎてんだ。
一番傷ついてんな。俺が誘ったのに無視して、なんか古い人とスピーチが行くんだったら行くみたいな。このスタンス、俺の気持ちも考えてた。もうこれ3回目おかわりしてる。めっちゃ美味しいこれ。あとはご飯。なんか一人少ないだけで少ないね。はい、じゃあどうぞ。はい、じゃあ今日よろしくお願いしますなんだけど、ちょっと相談があります。まあ相談でもないんだけど、今日ライブビューイング初めて、このツアー初めてライブビューイングあるじゃないですか。で、まあそれもあって、ジョニーの話を考えてました。実はね、昨日、まあ藤井とここちょっと話して、正直、8人でやっぱ初出しがいいよねって、思ってるの。思ってたし、一回それでスタッフさんにと、まあ、皆さんにもロンデとにしますと、でテクニカルも準備してもらったのね。で実は夜中に東京から再度また連絡があって、でもやっぱお客さんも期待している。でこれを逃すと、まあ、神奈川県民まで、まあ、マスタージョニーをやらずに、まあ、お客さんは CD を手に取るけど、まあ、見てない状態だし、どうだろうっていうのも迷いが生じてきたという連絡が来たのね。でその時は俺も気持ち変わらなかったんだけど、まあ、今日さらに朝も話していて、その、まあ、ライブビューイングっていうこともあるし、やっぱ絶対見たいし、まあ、言い方はあれだけどさ、あやか病気は自分の、まあ、ターニングの責任で休みになっちゃって、お客さんには関係ないことだし、それでお客さんも、まあ、一個ジョニー初出しっていうのが先延ばし、うちらの都合というか、ある意味あやかもその都合で伸ばしたのがどうなのかっていうところはすごいまだ迷ってるんです実は。で、みんなの意見聞きたいな。今の話を聞いてどう？そうそうだ、そうじゃん、でしょ。じゃあなんだよ、タイミング逃したら見直そうっていうのはだって思うのと、かといって7人の不完成なやつを見たいかって言ったらどうなんだろうっていうの。しかも結構 A ちゃんパート多いし、そうっていうのは長いパートがある。そう、長いパートが一番あるからって時に、なんだろう、どうなんだろうね。まあ俺はやりたいのよ、理由としては、まあその、まあ、さっき今話した通り、まあ、安本いない分さ、まあ、今日すげえ良かったなって思って書いてもらわないと困るみたいなところもあると思うから、やっぱジョニーは必要だからさ、今やっぱ今日に関して言えば。で、まあ、確かに不完全なのかもしれないけど、まあ、安本来たジョニーをまた他のところに見せれると思うし、まあ、7人のジョニーは貴重だと思うし、やんなかったらやんないって判断はね、去年までの俺だったらやんないって言ったんだけど、まあ、今年はでもちょっとなんかそういうなんか自分が普通の俺だったらやんねえなっていうのを逆に言ってこうかなと思ってなんかもっとなんかアクティブに攻めていくっていうか、楽しいじゃんジョニーっていうので、やっぱり今日のセットに必要だと思うんだよね俺は。だからヤスさんいなくて、ヤスさんいないけどっていうところあるんだけど、ヤスさん別に今日いないだけでまた戻ってくるし、ジョニー今日出さなかったら出しどころが微妙だと思ってるから、俺は今日やりたいのよ。だからみんなしんどいかもしれないけどさ、納得してやってもらいたいなと思って。どう？大丈夫？はい、大丈夫。でもさ、あやちゃんやんない方が気持ちよそうじゃん。自分が私やんなかったのが気持ちよそうじゃん。なんか、なんだろう、あやかのパートはあやかのままがいいな。だからみんなでさ、いや、CD 音源がいいなと思って、なんかその例えば自分がファミリーだったら、なんかかぶせるでもいいんですけど、あやかの声がないのは悲しいなと思って、たとえなんか生にこだわってても、なんかそれが全歌わないで、安本の声出しちゃう。まあみんなで歌ってもいいんですけど、そこにあやかの声が混ざってたらいいなって思って、なんか
か、その今日が初出しだから、その7人だけど8人がいいな。分かった。じゃあちょっとそれは音楽ファンと相談して、要するにその分まるっとそこはじゃあ歌わないで安本の声を出しちゃうっていうやり方もあるな、今ない子はないかなって思ったから、分かった。じゃあそういうやり方ができるかとか相談してみる。だからじゃあちょっと、ね、今日はやる方向で、安本はじゃあそこにいるっていうことで。リポートとかしてほしい。そうだね、結構ね。まあ逆に安本パートもそれで分かるっていう点もあるから、もうあらかじめ言っといた。できるかどうかをちょっとあの音楽班に検証してもらいましょうか。行きましょうか。はい、はい、じゃあその方向で、はい、お願いします。はい、じゃあスイッチ行きましょう。次にやります。はい、わがままじゃない、そういうの、じゃいいんだ、言った方がいいんだ、自分がどう思うかっていうのを。今さ、なんでこの一席を受けたかっていうと、あの俺はこう思ったけど、みんなはどう思うっていうのがさ、知りたくて。別にこっちでこれをやるよっていうのもさ、簡単だったりするじゃん、大人だからさ、もうこれやるんだよって。でもそうじゃなくて、あのそういうふうに思う人もいるかなって思ったから聞いたんだよ。だからそこであなたがそういうふうに考えるのは全く問題ないし、その逆にあの思ってても、あの俺が言う前に言ってくれてもよかった。もっと私はこう思って全然胸張って言っていいと思うし、あなたはもうどんどん言ってた方がいいからね。うん、結婚式ピート。あの見てた。いやだからいいのよ。だからみんなだから思ったらいいんだよ。俺はこう思う。私はこう思う。俺そうじゃなかったらさ、この一席設けないのも良かったわけじゃん。そうだよ。これ聞かない。そう、これ聞かないでさ、やるよって言えばよかった話を聞いたってところにポイントがあって、やっぱこういうのってさ、ウェットの話だと思ったから、だからやるよじゃなくて、俺はこう思うけど、もうメンバーもさ、運営も一緒なんだからさ。俺はこう思うけど、前はどう思うっていう話で、だ前はもっと先、いや違えよ藤井、私はこう思うんだって言ってくれてもいいんだよ、全然何の問題もないから。フィフティフィフティだから、そこに関しては。いやすげえ良かったと思う、グッジョブだよ。キュッ。あのね、こんなに長いからね、ツアーファイナルって感じがしない。しかも追加公演もあって、だから3ヶ月まるまるって感じだったから、来週からないって思うと結構寂しいもんだなって。あ、そばだ。え、そばいいな。そばがあるよ。何？そばがある。え、そばがある？ありがとう。今日出会ったらずっと言えば。やだ。え、それ何？え、ね、はい。納豆入れたら美味しいと思います。あ、いいね。そばあるの？そばあるよ。いいね。でも誕生日おめでとう。ありがとう。絶対美味しいよ、これに。お肉食べよう。お肉美味しそう。え、そばあるじゃん。誕生日おめでとう。ありがとう。仲いい。そば卒業しちゃう。そこまで言われると確かに、あ、今日誕生日だなって実感するよ。まあ、じゃあ、ここで。今日誕生日おめでとう。あ、ありがとう。じゃあ、新しいリアクションしてね。うん。言われたら、今度から。うん。誕生日おめでとう。ありがとう。え、これってもともと味付いてんのかな。もうそうじゃん。何それ。じゃあ、おそばあるよ。そばなの。オクラのそばがある。うん、え、すごいね、なんか。クリストファー、いいの行かなくて。そうだよ、告白中なんでしょ。頑張って、頑張って、大丈夫かな。心配だよ、なんか。大丈夫かな。あ、早い。早いよ。おい、あれかな、間に合わなかったかな。私は間に合わなかったのか。どうした、クリストファー。そうだよな。おめでとう。おめでとう。
ちょっとろそくないからエアで、うん、エアろそくで。オッケー、そういうの得意。本当だ。そう、得意だそうです。じゃあお願い。みんなで歌おう。アイカ、お願いします。Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday.今回のツアー来てくださった方ありがとうございました。もう本当にいやね、 ABC がポイント3本当怖いよ。なんかさ、愛子さん本当にベラベラ喋ってるらしくてさ、なんかママとかにさ、もう喋りすぎだから愛ちゃん喋んない方がいいよって言われるんです。いつもそんな喋ってる？結構喋ってる、おしゃべりだから。なんかすごい喋ってんの、いつもいつも。なんで？なんでよ。でもね、そう、それで、まあ、すごい。でもなんか、ね、今のエビ中こんなんだよっていうのは、もうエビリシングポイント、1、2、3、全部いろんな違うカラーだと思うので、それをエビ中の成長過程と思ってね、エビ中っていう一つの生き物の成長過程を見るような気分で楽しんでいただいて、あとこれみんなの多分最後に乗るんでしょ？だから、あの、この言葉ね。だから、これ見た後にもう一回見返してみたら、いろいろまた面白いかもしれないですよね。ねえ。だから、そういうのしてもらって、何回も見てもらって、もっと詳しくなってもらえたらなと思います。本当にツアー来てくださった皆さん、ありがとうございました。めっちゃ楽しかったです。イエイ。感じだったから、もうとにかくもう8人で、私的にはもうパフォーマンス力を上げたいっていうのがすごくあったので、あのもう、そのリハの時から結構もう私自身もそのなんか水木からダンス部長を引き継いだけどできるのかっていうのがすごく不安だったし、なんかでそのあのあの時で何の時だっけ、泣いてたの神奈川だっけ、号泣してた神奈川、あれもそう自分のパフォーマンス力のことですごい先生にも言われたし、自分でもすごいそれが分かってたから、もう今までのがもう爆発しちゃって気持ち的に。だけどそのカナケンでやって、まああと1回ラストが今回だったんですけど、でも今までのその4月11日から始ま仙台から始まったパフォーマンスが今回その結構まあみんななんだろうな、レッスンとかも結構個人の仕事とかもいっぱいみんな入ってたから、あんまりレッスンとかはできなかったけど、なんかちゃんとまあ覚えてることは覚えてるし、みんなやれるっていうのが分かってるから、なんだろう、なんて言えばいいんだろう、だからその4月からのパフォーマンス力がどん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 ツアーを重ねるごとに上がっていって、で今回この千秋楽で今までツアーでやってきたことを学んだこととかも全部がバッて出し切れたんじゃないかなって思ったから、すごい私的個人的にはすごくいいツアーファイナルになったなって思います。なんかこういうこと言うとなんかまたさ、あの最年長がなんか意地張ってるよみたいなさこと思われたらすごい嫌なんだけど、そうじゃなくてなんかもう青春を感じるのはエビ中しかないから、その分エビ中で私は青春しようと思って。私ね、自分で言うのもなんですけどエビ中大好きなんですよ。さあ、じゃあこのケーキは後で食べよう。そうだね、後で食べ。クリストさん、じゃあちょっと持って帰っても、ありがとう、持って帰ってもらってもいい？ごめんね、ありがとう。ありがとう。ありがとう。ありがとう、クリストファー。クリストファー。あーちゃん、クリストファー落ち込んでるの？あれ？クリストファー落ち込んでるの？きっとまた会えるよ。また会える？あ？あれ？歌っちゃいますか？歌っちゃいます。
過ぎちゃうね。気づいてくれてますか。ずっと笑いっぱなしでしょ。私は今でもみんなのこと友達だと思ってるよ。小さな変化という本当に大きな事件を乗り越えてきた友達のみんなへ、代表なんかじゃないけど、とりあえず転校生代表元出席番号1番カノン。